やりすぎちまったか。悪いな、人間にちょうどいい手加減なんて器用な真似できなくてな。なんだっけお前、友達を探しにわざわざこんな路地裏まで来たんだっけか。そうだな、最近ここで吸血したといえば、ああ一人だけだな。確かそこら辺に吸い殻をほっぽり出しておいたはずだが。まだあるじゃねえか。そこで横たわってるのがお前が探していたやつじゃねえの。誰にも見つけられなかったんで飲まず食わずでへばってるようだが。お前よりは元気そうだぜ。よく見ておけ。俺が血を吸えばすぐにお前も同じようになる。兄さん待って。なあ、なんだるい、お前何しに来た。その人逃がしてあげて。はあ、お前何言ってんだよ。今週はすでに十分な人数を吸血しているはず。彼の血まで吸う必要は。ったく、お前は相変わらず意味のわかんねえやつだな。ここまでやって何もしないで放り出すわけねえだろうが。それでもその人は。なあほら、無駄話しているうちに起き上がっちまったぞ。もたもたしてると逃げられ。情けねえな人間は。覚悟しろ兄さん。死ね。おっと、やっちまったか。お友達なんて置いてさっさと逃げればいいもの。こりゃ血を吸っても意味ねえな。人間はな、俺たちと違ってこれぐらいでも死ぬんだよ。そんな、ったく、
これだからガキは。あらもう行くぜ。そこの二人は重ねておいておけば、喧嘩して互いにぶっ倒れたように見えんだろ。なんせ最近の秋葉原はやたらと物騒だからな。俺たちのおかげで。じゃあな。ごめん、私たちのせいで。せっかく君は。まだ生きてる。人間なら死ぬけれど、私たちなら。よし、何か刃物はないか。歯で唇を切るしか。ぽつりで聞いた話だと、この辺の路地裏なんだけどな。それって信用できる情報なの？多分例の人が消息を絶ったのがこの辺りだから、それを追跡したはず。やっぱり一人で行かせたのはまずかったかな。大丈夫でしょ。いくら物騒になったって言っても、秋葉原は秋葉原だ。俺たちには庭も同然ですよ。しかし、あまり夜遅くに出歩くのは。彼が探しているご友人も、消息を絶ったのは確か夜だったはずです。ミイラ取りがミイラにってこともあり得るということか。そうならないために、俺たち秋葉原自警団の4人がこうしてあいつを探しに。ここまでか。これで謝罪にはならないと思うけど。今の女は。それより彼の傷を。血がこんなに。あれ、そんなに外傷は。傷が治って、まさか。が、こっちにも人が倒れてる。かなりヤバい感じ。とりあえず救急車を。その必要はありません。え、誰だ。彼の身柄はこちらで預からせていただきます。
Thank you.